アベグップは、カナダ軍で1970年代後半から運用されている66輪駆動の総輪走行車シリーズの故障である。アベグップシリーズは、カナダ軍が汎用走行車として1977年に配備、運用を開始した総輪走行車で、スイスの模ク車で開発されたピラーニャ愛走行車の66輪駆動系をカナダ軍が採用したものである。 アベグップシリーズには3種類の形式があり、イギリス製の FV101 スコーピオン系戦車と同じ 76mm 砲装備の砲塔を搭載した、クーガー195両、12.7m mm20 機関銃と 7.62mmmFN マグ、汎用機関銃を装備したキャデラックゲージ製銃刀を搭載した、グリースリー274両。 大型クレーンを搭載した走行回収者型のハスキー27両がカナダ軍に配備された。クーガーはカナダ軍で偵察戦闘車として運用されたほか、1980年代から1990年代にかけてはレオパルト1と共に気候部隊に配備され火力支援車両として運用された。グリズリーは不評部隊で走行兵員輸送車として運用され、 多くの車両は水上航行機能を取り外されていた。クリンスリーとハスキーは寿命延長プログラムによって指揮車両や修理部隊向け車両への改修が計画されていたが2005年に計画がキャンセルされこれらの車種は退役することとなった。それと同時期にクリンスリーもカナダ軍からの退役が始まり一部の車両は武装を外して アルバータ州エドモントンの警察や、王立カナダ騎馬警察に、譲渡されている。カナダ軍では、アベグップの後継車種として同じピラーニャシリーズの車種で、ある、雇用テ偵察戦闘車、バイソン装甲兵員輸送車、ラブ3が、配備、運用されている。2005年6月に、カナダ政府は、グリズリー100両とハスキー5両を、スーダン西部ダルフールでの平和維持活動部隊に、 貸し出すことにした。当時、アフリカ連合の部隊は、スーダン解放軍からの攻撃にさらされており、こういった走行車両を必要としていたのである。スーダン政府もこの提案を受け入れ、2005年11月18日に、これらの車両はスーダンに展開した。貸し出しは当初1年間の予定であったが、後に延長された。ウルグアイ陸軍は2008年に、 カナダ軍から放出された44両のクーガーを購入すると、砲塔を取り外して、装甲兵員輸送車に改造し、自国内及び国際連合今後民主共和国ミッションへの派遣部隊で運用した。2009年には、カナダからアフリカ連合ダルフール派遣団に貸し出されていた、グリーズリー98両とハスキー5両を購入した。ありがとうございます。